最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。シュート決めたら、ゴースから、それ二人へのメッセージっつうことで。席どこ？東ブロックです。最前列。私右から5番目ね。了解っす。じゃあそろそろ行くわ。応援よろしくな。せーの、ブリッツボール教えて。これから試合だって。じゃ終わってから。な、今夜は今夜はダメだよ。だろ、明日明日。絶対だよ。約束っす。
俺がそのニュースを聞いたのは3回目の家出をしている時だった。みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、捜索打ち切り。俺の親父はジェクトの熱狂的なファンでさ、親父驚いてるだろうな、ショックだろうな。そう考えたらなんだか泣けてきた。始まるよ。あ？泣かないで。あ？
待てよ。なあ、こっちヤバいって。見ろ。Thank you.
いろいろ考えてたのは覚えてる。俺どうなるんだとか、ここどこだよとか、そのうち頭がぼーっとしてきてさ、なんだか眠くなって、夢を見た気がする。一人ぼっちになる夢。誰でもいいからそばにいてほしい、そんな気にさせる夢。
事態はどんどん悪くなっていく。夢も希望もありません。そんな気にさせる場所だと思った。
れた。今日は何？つまらないミスだったな。明らかにお前のせいで負けた。そんなこと言いに来たのかよ。今日は命日だ。ああ。一人で泣いているかとな。泣くかよ。泣いてたよ。おい、なんだよ消えちゃう気か。あ、いや、ちょっと待ってくれ、なんか探してくるから。何すんだよ。読みをはしこが万文堂か、神殿シーズザセって運か。運がオフィシュチューセフハヒヤファヤッセ神殿ガッサラおーソチマキヤサハミ誰がもメシエセミオ。
どうぞ吐ける着せろ。言ってんだよ。ドルモア、耳を。まいった。コーヒコーン、アルシンキノ。全然わかんねえ。カンハミョは。わかんねえっての。しらよ。ヤッセ。仕事を手伝えば少しの間は世話してあげるってさ。お前、言葉わかるのか？今、もぐ、書いて、じゃ、です。Thank you.
腹減った。あなたのお名前は？リュックだよ。おお、本当に通じるよ。おお。もでもそれなら最初から普通に話してくれよな。そんな余裕なかったんだよ。みんなチーのこと魔物だと思ってて。チーって？あ、チーは君って意味。あんたたち何者？アルベド族だよ。言葉でわかるでしょ？ねえ、君アルベド嫌いじゃないの？嫌いも何も知らない。どっから来たの？ザナルカンドだよ。俺そこでブリッツの選手やっててさ。ザナルカンドエーブスのエース。もしかして頭を強く打つとかした？あんたたちに殴られた。じゃあその前のこと覚えてる？ザナルカンドのこと、試合や生活のこと、ブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたこと、そしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて、思いつくままに話したけど、そのうち不安になってきたんだ。俺、変なこと言ってんのか？真に近づいたんだ。うん。大丈夫、きっとすぐ治るよ。真に近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。俺病気ってこと？真の毒気にやられたんだと思う。なんで？だってザナルカンドなんて今もうないんだもん。千年前に真が暴れて壊しちゃった。だからブリッツボールなんてできないよ。え？どういうことだよ、千年前って。俺、シンがザナルカンドを襲うの見たんだぞ。あれが千年前だってのか？信じらんないって、そんなの。あのさ、ん？ブリッツの選手なんでしょ？うん。ルカへ行けばなんとかなるかもよ。君を知ってる人いるかもしれないし、君も何か思い出すかもしれないもんね。ルカ？よし、私に任せなさい。ルカに連れてってあげるよ。行きたくないの？うん。じゃあみんなに話してくるからちょっと待ってて。あ、それから注意、ザナルカンドから来たなんて人には言わない方がいいよ。あそこはエボンの聖なる土地だから怒る人いると思うんだ。うん、うんうん、うん。
ザナルカンドはエボンの聖なる土地。なんのこってすかって感じだった。エボン、真の毒家ルカ、どこか遠くへ来ただけだと思ってた。すぐに帰れると思ってた。千年の時を超えたってか。信じられるかっつーの。あ、もう。え、ガンドエイブス。どっから来たって？あ、悪い。今のなし。あ、俺さ、真に近づきすぎて頭がぐるぐるなんだよな。だから真の毒気にやられたか。でもこうして生きてるんだ。エボンの賜物だな。トレーニング続けてろ。俺はワッカ、このビサイドオーラカの戦士兼コーチだ。なんだ腹減りか。よし、村行くぞ。なんか食わしてやる。ワッカはいいやつだと思った。だから聞いてみたくなったんだ。あのさ、ザナルカンドって千年前に滅びたんだよな。今は遺跡になってしまったでいいんだよな。昔スピラにはでっかい町がたくさんあった。夜でも賑やかな機械仕掛けの大都市だ。みんな機械の力に頼って面白おかしく遊んでたわけだ。だけどな、見てみろ、突然それが昔、もちろん、そ
俺はリュッワッカモン。でもよ、ザナルカンドエイブスってのは笑えたぞ。もしかしたらそんなチーム本当にあったのかもしれないけどよ。まあ楽して暮らしてた時代のチームなんて言わっちに決まってるけどね。お前が落ち込むことないだろうが。俺をで始まりはそれがでその時が気にしない。